平成14年3月に政治の着手が発表されたところでございますけれども、その時には朝の通勤時間帯は長崎線、宇都宮線を基本とすると書いてあった場面でございまして、その当時に私も常磐線が発車してしまったら大変だということで、大変に気をもんだところでございます。それを23年のようにこういう形でやってごさせていただいておりますけれども、いよいよ来年3月には常磐線の東京駅の入りが実現するわけでございます。少しでもお客さんが増えるような対応というものをしていただければいけないと思っております。いずれにしましても2つ、1つはどうやってたくさん入ってもらうか、1つは、お客さんをどうやって増やすか、この2つの大きな目標を持って、今日の大会にますます盛り上がるようにしていただけたらと思っております。本日の促進大会を受けてのこれからの数ヶ月間の取り組みが大変重要でありまして、まさにホームストレッチの正念場を迎えていると思っているところでございます。しかしながらお話がありましたように、東京乗り入れの際のライバルであります宇都宮線と高崎線に比べまして、利用者数と乗車率の面から現在のところ常磐線が苦戦している状況にございます。つきましては、我々3人を会としましては、車両使用を含めまして常磐線の利用拡大に全面的に改めて協力しまして、一本でも多くの列車の東京経由乗り入れの実現に向けて、本日ご参集の皆様と力を合わせて頑張っていきたいと改めて考えているとございます。街頭キャンペーンをはじめ、常磐線の利用促進というものを図りながら、できるだけ多くの乗り入れ本数を確保できるように、茨城県のみならず千葉県や福島県の沿線自治体が一丸となって継続をして働きかけを行っているところでございます。本大会の開催というものを契機といたしまして、今までの活動が花を開き実を結ぶように、皆様と一緒になってより一層積極的なに活動を展開をしてまいりたいと考えておりますので、どうぞ皆様に方には引き続きのご支援ご協力を賜りますようお願いを申し上げ、はなはだ簡単ですけれどもご挨拶とさせていただきます。社として今年はですね、サービスあるいはハード両方の面でですね、乗馬戦闘機乗り入れを最重要課題として今取り組んでいるところであります。福島県の浜通り地区の活性化復興を図っていくためには、何としても常磐線の利便性、これを向上させることが第一だと考えているところでございます。常磐線利用者、そして常磐線沿線の住民にとって悲願でもあります。活性化のためにあらゆるものの力を集めていきたいなというふうに思っております。一つ一本でも多くの常磐線の東京駅のリードが実現できるようJR 東日本に対し強く働きかけること、2つ広く需要の喚起に努め常磐線の利用促進にさらに積極的に取り組むこと、以上決議する。頑張りましょう。